ジャン君、おはようございます。9月17日だね。引っ越しも落ち着いたかと思われますが、ちょっと今停滞していて、仕事をしなくちゃいけなかったり、もろもろですね。一応の形は取れましたが、まだ段ボール30ぐらい、何か見つからないものがまだみんなあるんですよね。これを全部解かないと、どうにもなりませんので、仕事を早く収めてですね、また段ボールを開封する作業に戻りたいです。ジャン君たちはちょっとごちゃごちゃの部屋のままですが、もうだいぶ馴染んできたね。今日はなんか久しぶりに30度を超えるという話なので、エアコンのスイッチを入れました。せっかく、電源周りがですねエアコン仕様になったのでよかったです。なんか、なんていうんだっけ、いわゆる電源用の工事がずっと遅れてですね、その間に季節が変わってしまいました。涼しくなっちゃってね、エアコンがあまり必要じゃない季節になってしまったので最後に1回だけ思う存分使えると思います。ジャン君、はい、ポンちゃんも来たよ。遊ばない。ポンちゃん。ジャン君、ご飯もらえるってさ。チュールなのよ。どうぞ両方食べてね。
12時半になりました。今日は9月17日猫カフェアスタマニアニャ、なぜかわからないけど新たな始まりを感じる日です。始めます。ジャン君とポンちゃんに関しては、いつものラブラブモードからのスタートです。まあ新たな始まりを感じるというのは、クロケンの体内的ななんとなくな、話ですので、どなたかが亡くなった話、どなたかが引退をなさった話とは、全く関係なくですね、なんか違う雰囲気になったなというふうなこの程度のことです。今日からガラッと何かが変わりますっていうことって、過去一度も体験したことないですからね。そうね。戦争体験者とかに関しては違うのかもしれませんが、僕ら平和な時代に生きてますとですね、お正月1月1日に今日から新年ですって言ったって、寒い冬が春に向かっていく、こう山をですね、登ったり下ったりしているさなかのどこかの一日ということですよね。ですが、例えば寒いところから暖かいところへこうなだらかに変わっていくときに、あ、何かが変わっていくなっていう感じはありますよね。なんとなくクロケンに関してはそんな風に思っています。そしてこれはもう本当に、予言者でも、霊能者でも、超能力者でも、気象学者でも、経済学者でも、政治学者でもないクロケンは、なんかいい方向に向かうような気がする。これ希望的観測ですけどね。そんな気がしています。ゴロニャンコさん、こんにちは。フータローさん、パパさん、ママさん、皆さん、皆様、ニャンちゃんたち、こんにちは。お願いします。シズピョンさん、ケージ片付けたんですか？いえ、まだあります。そうですね。どこを片付けるタイミングにするかっていうのはまだこれから考えようと思っていてですね、一応上下運動の、一環としてのケージ3階建てですねは、残してあります。あとは何かの時に、逃げ込む場所ということでは、今生きていますんでね、ソフトクレートというのを引っ越しの時に買ったんですが、2匹が、入ってゆったり過ごせる程度の柔らかい、こうなんていうかな、キャリーを柔らかくしたみたいな感じのものですか、それにいずれは変えようと思っています。で、変えるにあたってはですね、今3階建てのケージが置いてあるスペースの上部分が、空になるのはもったいないので、ニトリのテレビコマーシャルで見たあの木の棚みたいなやつですね、あんなのができたらいいなと。しかもそれが、キャットタワー的なね、役割を果たしてくれると なおいいなというふうに思っています。ただ、ニトリまで自転車で見に行ってきました。これがね、いわゆる合板の、言葉悪いですけども安っぽいものであれば2万円ちょっとで、作れます。これがいい木で、重みのあるいいものだと8万円ぐらいかかりますかね、というのを見てきました。さあ、まあ8万円はもう到底無理なんですけれども、その合板のやつをね、導入できるようになったらという感じでしょうか。こちら H 市はですね、快晴です。快晴というのは雲一つなくだとしたら快晴ではなく雲のある快晴です。快晴じゃないのか、じゃあ晴れです。いいお天気ですね。ただ、久しぶりに30度になるということで、今はエアコンにしてですね、室内は快適にしています。まあそのせいで、ジャン君ポンちゃんはこんな愛の、形をとっています。のぞみさん、皆さんこんにちは。こちらは台風、アメリカですもんね、トロピカルストームに変わりましたが、トロピカルストームというのは熱帯低気圧ということですね、の被害で大変でした。
ちょっとだけニュースで見ました。日本にはね、なかなかその、頻繁にニュースは届かないんですけれども、あのトランプさんが、なんかね、危険な状態だからっていうのを気をつけましょうみたいなのが、要するに言うか、普通人なら言うか、幸い私が住んでいるところは何事もないようですということですね。アメリカ広いですからね。大体、いわゆるハリケーンなどが起こる地域っていうのは、なんていうの、右下、の方なんですかね。ちょっと詳しくはないんですけれども、よくね、そういう話が。しかも、日本なんか丸々こう入っちゃいそうなでっかい、そのね、台風のような、ハリケーンですか、そういう報道は見ますけれども、なかなかやっぱり世界的に、今日はじゃあちょっと仕事を頑張らないといけないので、片付けちょっと待ってね、ジュン君ね。片付けが済んだら君たちが快適に暮らせるんですけどね。ちょっと我慢してください。Mm-hmm.